マチンオキ海戦は、ロト戦争中の1877年5月25日から翌26日にかけて行われた、ルーマニア海軍の水雷艇一隻とオスマン帝国海軍のモニター艦一隻の間の海戦。外装水雷を用いた水雷艇が相打ちではなく、一方的に敵艦を沈めた戦闘としては初である。ルーマニア公国は、 ロト戦争の勃発から2年前の1875年に初めて水雷艇を入手した。この水雷艇はイギリスで建造され、ルンドゥニカと名付けられた。排水量は10トンで武装は外装水雷1本だった。また、蒸気エンジンで駆動されており、最高速度は8ノット、乗員数は5人だった。ルーマニアは1877年4月にロト戦争に参戦して、 ルーマニア独立戦争をはじめ、ロシア帝国と同盟条約を締結して、ロシア陸軍のルーマニア領通貨を許可した。ルーマニアは5月10日に独立を宣言した。4月の同盟条約により、ルンドニカは、ルーマニアとロシアが共同で指揮するとされた。ルンドニカのロシア側の呼び名はツァーレビチだった。上院は、ロシアの対2人とセスタコフとルーマニア人3人だった。 ルンドゥニカによる攻撃は1877年5月25日から26日にかけての夜、マチン近くで行われた。ルンドゥニカがオスマン帝国のモニター間フィに接近すると、政府は砲撃を3回行ったが、失敗。4回目の砲撃が行われる前にルンドゥニカの外装水雷が政府の船体中央と船尾の間を命中した。政府は大爆発。 破片が40メートルの高さまで飛ぶほどだった。セーフィは半ば沈没していたところで砲撃を再開したが、再び砲弾に当たって爆発した。セーフィの上院はそれでもルンドゥニカにライフルを向けて発砲したが、ルンドゥニカは撤退、セーフィは沈没した。この戦闘の後、オスマン帝国の軍艦は戦争を通して、 外装水雷を装備した水雷艇を見かけるとすぐに撤退した。ドゥバソフとシェスタコフは聖ゲオルギア勲章を、ムルジェスクは聖ウラジーミル勲章とルーマニアの星勲章を授与された。ロシア陸軍がドナウ川とかを終えるとロシアはルンドニカの指揮から手を引いた。この戦闘は水雷艇が相打ちではなく一方的に敵艦を沈めた発令である。ムルジェスクは あとに、ルーマニア発の提督になり、半世紀後の1939年6月14日には、彼を記念した、キライフ説艦、解剖艦のアミラルムルジェスクが浸水した。ありがとうございます。